はい、では時間となりました。ニンジンクさんとジーフェクさんが、モバイルアプリケーションデベロップメントをパルコンナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではモバイル開発についてニンジンクとジーフェクスが2人で発表しようと思います。こういうの作ってみたんですけど、あ、やっぱ微妙ですね飛ばして、このトークはですね、もともと僕とジェックさんが別々にアプライしたんですけど、大体まあ一緒の内容だったんで、中村さんという方が一緒にしてエンジン X の話をすればいいって言い出して、なんかその後もいで合体して、今の形式になりました。で、どういうふうに進めるかというと、ここでまずクライアントフロントエンドとクライアントバックエンドっていう、ちょっと耳慣れない言葉を入れたんですけど、僕は割とアプリの側というか、ユーザーがサルブルの話をして、ジェイクさんがもうちょっとミドルレイヤー、開発環境の話をするというのを15分ずつやって、最後に、10分ぐらいで、トークショー、簡単に、なんだろう、モバイルについて先に2人考えていることみたいなのを、意見交換するみたいなのがあります。CFM って、ちょっとついてるんですけど、別にドメインとかは持ってるわけではないんですけど、まあ、いろいろ話をしようと思います。じゃあ、まず、僕の方から、クライアントフロントエンドエンジニアリングについて話そうと思います。まず僕はニンジンくんっていう ID で Twitter でも GitHub でも活動してて、まあ、ブログも書いてます。で iOS と Android も両方やってるエンジニアです。で GitHub でモジュールとかは、これは情報モデルのモジュールなんですけど、公開してて結構、使われて持ってあげてて、上のやつの方は Facebook のアプリの方にも書いてたりするらしいです。で僕は、まあ、本当にユーザーが触る部分を作る側のフロントエンドのエンジニアで、一番興味があるのは、まあ、より良いユーザー体験であるとか、まあ、あとはより少ないコードで、より効率的に、ハイパフォーマンスに動くっていうアプリを作りたいというのが一番の、モチベーションになっています。で僕の所属しているファビリックっていうスタートアップがあって、これはここはですね、フリマアプリのフリーというのを作ってまして、これはここにいらっしゃる方、大体男性の方が多いと思うんですけど、男性は金星のアプリなんであまり皆さん使えないんですけど、女性限定のフリマアプリで、まあ、100万ダウンロードされていて結構人気です。でアプリから作られた、アプリで、最初に出した会社なので、まあ、ほとんどのアプリしかない、あとはバックエンドで API があるというわけの、まあ、そういうアプリファーストの会社になっています。でこの前ちょうど2周年を迎えたところです。で今日は一応この3つぐらいのトピックで話そうと思って、まあ、ちょっとそれぞれ全然別のトピックなんですけど、まあ、ちょっと15分という短い枠にこう収めたので、ちょっと駆け足な感じで喋ろうと思います。で最初は UI デザインについてちょっとお話ししようと思います。でウェブアプリと比較してよく思うのが、ウェブアプリってやっぱりこうエンジニアとデザイナーの分量がすごい進んでいて、まあ、かなり昔というか、まあ、その JS がガリガリになるより前ぐらいですけど、まあ、その時は、まあ、後でデザインお願いとか、先にデザイン作ってもらったらエンジニアを受けてとか、そういうふうな分量がすごいしやすかった世界で、それが HTML CSS があって、素晴らしい世界だったなと思うんですけど、モバイルになると、ネイティブになるとですね、これを、まあ、ほとんど CSS と Java で利用実装するという世界になるわけですね。まあ、そうなると、まあ、一応ストーリーボードとか JSXML とか使えるわけですけど、まあ、それにしてもかなり部分をコードで実装する。そうすると基本的に UI っていうのは、ほとんどエンジニアが実装するっていう世界になっています。でその時にですね、僕はエンジニアがデザインに関わっていくのが、いいなと思っていて、まあ、なんでかっていうとですね、エンジニアはやっぱりそのコードと SDK の知識を持っているわけですね。まあ、そうするとまあ、標準のプラットフォーム標準の、ナビゲーションとかそういうのに、すごい知識があるんで、例えば Android のに iOS っぽい UI を作ってしまったらこれは違いますねって言えるとか、まあ、あとは、どれぐらい実装のコストがかかるかっていうのが分かるんで、まあ、すごいリッチな UI だけどこれ作るの多分3ヶ月ぐらいかかりますとか、そういう話ができる、まあ、あとは後から、やっぱ違いましたねっていうバックをするんで、まあ、僕はできるだけエンジニアが UI デザインプロセスに入っていくのがいいと思ってます。でもまあデザインスキルとか特にないわけですよ。でどうするかっていうと、僕が一番お勧めしたいのはペーパープロトタイプで、まあ、これもいろんな人が研究してますけど、まあ、紙に木工を書くわけですね。で本当にもうただ紙にパーツを自分で手で書くだけなんで、特にグラフィックのスキルとかいらないですし、非常にエンジニアでもやりやすい。で僕がよくやるのは、まず何か作るときは、SDK の標準のパターンを一通り当てはめてみたいなものを全部個別のバージョンを作って、であとは最近人気のアプリのその医療みたいなのを一通り当てはめて作ってみたい
ていうのをよくやります。あとは、まあ、もちろんね、自分の思うかっこいいインターフェースっていうのを自分で作って書いてみても全然ありだと思います。でこれを開発プロセスに持ち込むときにですね、うちの会社ではペーパープロトタイピング合宿っていうのをやってこの前やったんですよ。でこれはですね、アプリのちょっとデザインのリニューアルをしたいねっていう話をしたときに、まあ、どういう方向性にしようかっていうのを、まあ、だらだら話したんですけど、あんままとまらないねってことで合宿に行って、プロトタイプをひたすら書きまくるっていうことをやりました。この時に、3人、ディレクターとデザイナーとエンジニアが私なんですけど、ひたすら目標を書いて、でそれを最後はガッチャンコして、で一番良さそうなやつを選んで、それを、ポップっていう、動きを捨てる、写真を撮って、それに動きを捨てるっていうアプリで、簡単な、繊維の手で動きを捨てて持って帰ってきて、次からこれ、何回か作りますっていう話をしてっていうのをやって、かなり良くてですね、最初にそのデザインのコンセプトっていうのが、エンジニアもデザイナーもディレクターも全員納得したものとして、まず固まったっていうのが非常に良かったなと思うんで、このフォーマットは僕はおすすめだと思います。でまあ、モック作ったらですね、それをテストするっていうのがすごく大事で、弊社は開発結構男性が多いんですね。でまあユーザーでも女性だけだったわけですよ。なので感覚は全然わからないので、なんか例えば同じピンクでもなんかこのピンクは可愛くないみたいな、まあ、言われるわけですけど、まあ、全然わからないわけですよ。なんで、まあ、実際に使ってもらうってすごい大事にしてて、まあ、まずそのペーパーのプロタイプの時点でもまずテストしてもらって、その時にまずちゃんとテストしておくと後から手戻りがついてるんで、実装する前にまずテストして、そこで PDCA サイクルを回すっていうのをまずやってます。でその時はちゃんと後ろで観察をしてて、ひたすら見ててメモして、で最後に終わったら、あそこでつまじったけどどんなに考えてたみたいなことを聞いて、それでちょっと再生してもらうみたいなことをやって、やります。でこうアプリが一通りできてからもう一回これ回して、でまた何か問題点を探り出すっていうのをやってて、まあ、そういうふうにユーザーテストをかなり会社のプロセスの中心に置いています。で、まあ、エンジニアがテストに関わるのが僕はすごいいいと思ってて、エンジニアってまあ結構納得しないと動かないところがありますけど、テストってもうすごく目の前で見えるんで、すいません、すぐ直しますみたいな感じになるわけですよね。まあ、あとは実際に動いてるアプリだったら、その場で数字直して、またもう一回テストしてもらうとかできるんで、そういうのが非常に、こういうのにもエンジニアが関わっていくのは僕はおすすめします。で、次が、エンジニアリングなんですけど、エンジニアリングはすごいいろいろあるんで、ちょっと面白そうなやつだけ持ってきたんですけど、僕が一番難しいと思ってるのはですね、まあ、状態を同期するみたいなのが大変だなと思って、モバイルアプリってビューがたくさんあるんですけど、ビューが状態を共有してるんですよね。でしかもその状態が Web API のコールとかで非同時にアップデートされていくんですよ。でこれがまあどう難しいかっていうのはちょっと簡単な動きを見せます。ちょっとこれ弊社だっていうフィルに、まあ、僕のデータが入っている状態ですけど、まあ、商品開くとですね、こういいねできるんですね。で戻るとまあ、ここ更新されてるんですよね。でまあこれってすごい SNS 使ったらすごく自然な動作だと思うんですけど、実際実装しようと思うとですね、結構めんどくさくて、まあ、まず商品アイテムみたいなのをこっちの画面に渡して、まあ、表示するんですけど、ここの画面で API を、インポストして、でレスポンス見てこのライクをオンにしたり、このカウントを上げたりとかして、それを前の画面に何らかの方法で通知して、前の画面をここだけ更新するみたいな、そういう処理を書くわけですね。まあ、結構ややこしいんですけど、まあ、これはまあ頑張ったらできますけど、こうなってくるとですね、まあ、大変で、うちのアプリ結構 SNS っぽい作りなので、循環してるんですよね。なんで、ここで下でこうライクされたらどうなるみたいな、これどうしたらいいなっていうのが非常に問題になると。でまあ、いろんな実装の方法があるんですけど、まあ、一つはそのグローバルにノーティフィケーションを投げて、まあ、関係あるやつだけを受け取って、そいつら更新するみたいな作り方もありますし、何かしらこの状態をマネージメントするシングルトンみたいなのを作って、そいつに監視させるとか、あとは、ビューごとにデリケートなリコールバックをつないでいって、まあ、全部伝播させていくみたいなこともできますし、まあ、オブザーバーパターンみたいなのを実装して、何かそのアイテムを監視するみたいなのを実装してもいい。で、一番最後のオブザーバーというのをまあ発展させていくと、この MVVM になっていくと思うんですけど、MVVM は結構 JS のやってる人は多分最近おなじみだと思いますけど、Angular とか Vue とかで採用されてるパターンですね。
でビューモデルっていうのに、まあ、ビューの関連した状態を全部持たせて、ビューモデルをアップデートしたらビューに勝手に伝播されるっていう、そういうふうに、何モデルを作るというのが、パターンの一番中心だと思います。でこれはリアクティブココアっていう、ココアの、オープンソースとかアンドロイドバインディングっていうもので、アプリでも取り入れることができます。で状態をとにかくビューモデルに集めるっていうことをすると、まあアプリがきれいになると。でさっきの例に使うと、まあ、このアイテムがビューモデルなんで、これ商品ですね。商品がビューモデルなんで、このビューモデルの中で、通信が行われて、ライブをアップデートすると、勝手に前の画面に反映されていると。で、前の画面はこのアイテムを監視しているわけですね。なんで、このアイテムっていうのを軸に、アプリを組み立てることができるようになるというので、状態保護に集めることができるので、非常にきれいに書けるでしょうという世界観です。でこの背景にあるのはリアクティブプログラミングという考え方で、これは僕が最近翻訳したのによると、プログラミングユーザーシンクロナスデータストリームと書いてあって、まあ、非同期データ、非同期データストリームのプログラミングなんですけど、探索みたいにリアクティブコアとか、あと RX Java の実装があったりします。で、こういう、Web と連携するようなクライアントにすごく向いてるなと思っていて、僕もそれ採用したいし、まあ、一部採用してるんですけど、勉強するのも大変でですね、まあ、このヤプシーに向けて、勉強してきたんですけど、スライド作ってて、これを自分がこう説明できる方を理解したいって気づいてですね、最初はリアクティブについて解説しようと思ったんですけど、とりあえず今回はこのリンク貼るだけでちょっと許してくださいっていう感じです。なんで、まあ、かなり学習コストは高いんですけど、アプリをきれいにするためには、今後はこれはすごく未来があるんじゃないかなと、僕は思ってます。で、最後はオープンソースなんですけど、モバイルアプリの世界でもオープンソースすごい今活発で、特にここ数年、2、3年ぐらいですかね。で、まあ、活発なんですけど、まあ、まだまだフロンティアがいっぱいあります。で、一応背景には、そのコパーコーツっていう、これは、iOS と Mac の、ライブラリを、まあ、ホスティングしたり、するための、ツールホストと、まあ、ツールチェーンみたいなものが、できてきて、活発です。まあ、あとは、グレードルっていう、まあ、Android のビルドシステムを提示して、コメディベンセントラルっていう Java の、セントラルリポジトリを使いやすくなったので、まあ、使う側に関してはかなり両方改善されてて、まあ、ただ、こちらの Android の方は、モジュールを上げる方は結構大変という話は聞いています。まだ、あ、外部状況は改善されてきていると。いうので、結構ですね、UI をオープンソースで公開して、それを使うっていうのがかなり普通の世界になってて、まあ、我々もその SDK にないパターンというのは、オープンソースを探すっていうのは、まあ、普通の行動になりつつある。例えばこういうメニューみたいな UI、ですけど、これは、まあ、Apple はこれすごい機体なんで、絶対入れてこないんですけど、まあ、みんなオープンソースを公開してるんで、実際はこういうアプリがいっぱい回ってますよね。なんで、こういう UI を出すっていうのはかなりポピュラーなことです。で、ただ、作る方は結構大変で、なんでかというと、毎年 OS アップデートがあるんで、でしかも UI のフレームワークがどんどん変わってくるんで、まあ、どんどん壊れるわけですね。なんで、メンテし続ける方は結構大変で、数年ごとに死んでくるライブラリとかいっぱいあります。あとは、まあ、例えばその、パールからこう Ruby に移植されたモジュールがあったりとか逆があったりするように、まあ、他の言語から持ってきて再実装したっていうモジュールもたくさんあります。このマジカルレコードはもちろんアクティブレコードだろうみたいな名前から分かれてるんですけど、他にも、まあ、大体名前で分かりそうなやつを持ってきました。で、まあ、これは上が iOS で下が Android ですけど、まあ、両方でかなり他の言語から取り入れてきたっていうものが普通になってます。だからこれまだまだ足りないと思ってて、もっとパールであれが欲しいみたいな思うことはあります。で、コントリビュートするのも、もう普通に OSS なんで、大体 GitHub に保存されてるんで、そこに、一周間かけるなり、クリックするなりすればいいんですけど、結構、さっき OS のアップデートについても大変だったんですけど、まあ、これは逆に言うと、コントリビュートする側からは、まあ、チャンスというか、このアップデートのタイミングで、ベータ版とかを使って、で、なんか、ここでバグってるぞとか、なんかそういうのを報告してあげると、すごい感謝されたりするんで、チャンスです。あとは、OS とかハードウェアに依存したバグみたいなのが結構あるので、そういうのも一時リポートしてあげると喜ばれると思います。で、自分でモジュール出すときは、まあ、大体 GUI のモジュールだったらこういうふうになったり、これ僕のモジュールという GIF を添付するっていうのが、まあ、今は普通です。
で、デマークっていうのも大体つけるんですけど、まあ、面白いのが、iOS はデマークにするわけなんですけど、iOS、Android は審査がないんで、Google Play にモジュール上げちゃうんですよ。で、そうすると、このボタン出しておいて、ポチポチってやると、自分のマシンにデモが落ちてきて、なるほど、かっけえなみたいなのができる世界になってて、まあ、こういうのをつけるのが、だんだんデモがリッチになっているっていうのが、面白い世界観かなと思っています。で、僕はなんかこういうオープンソースのやり方って、まあ、僕はパールの会社にいたんで、シーパウンスの人たちを見てて、すごい憧れてたんですけど、そういうロールモデルとして、シーパウンスの人たちって、すごい大きな存在だなと思ってて、で、こう、企業とか個人で活動を超えて、オープンソースにコミットして、それが結果的に自分や自分の会社の利益になるっていうのは、やっぱり素晴らしい働き方だなと思ってるんで、ようやくそのモバイルの世界でも、働き方が今まで必要になってきてるんで、もし、あれですね、パールを書いてる方が、モバイルやりたいと思っても、同じ働き方が今、通用する世界になってますよというのを、お伝えしておきたいと思います。で、じゃあまとめですけど、まあ、エンジニアも UI のデザインプロセスにどんどん関与しましょうというのと、MVM とリアルテクというのが今は厚くて、まあ、これが今後は大事になっていくと思いますというのと、オープンソースというのは、モバイル世界でも非常に今はアクティブなものですよというのをお伝えしました。以上です。そうですすいません、うちの会社は積極採用中ですので、我々と一緒に UX プロセスを行きたいという人がいたら、ぜひ、アイルスさんとのエンジニア募集中です。あと、バックエンドはレールズなんですけど、こちらも募集中で、エラスティックサーチとかも見ていこうと思っているので、そういうのを見た人はぜひ、ハグリで検索していただいて、応募してください。僕にそれでも構いません。はい。はい、では、代わりまして、私、GFX の発表に移ります。僕は、クライアントバックエンドという話をしようと思います。まあ、仕事で主にやっているのはそのモバイルアプリケーションのためのライブラリーとか、環境構築とか、まあ、環境の改善とか、まあ、CIY とかそういうことをやっていて、Android とか iOS に関わらず、まあ、両方やってます。で、まあ、C パン、なんか、パール、昔はパール書いてたんですけど、最近はあんまりやってなくて、でも、Xray とか、まあ、まあまあ、メインではしています。あと、なんか最近エディターが、もうほとんど IDE で書き上がってしまって、Rails も結構エディター、IntelliJ で書いたりとかしてます。あとは、関心があるところは、その、大人数で開発するときに生産性をどうやって上げたらいいかとか、あるいはそのたくさん会社がアプリを出す状況で生産性をどうやって上げたらいいかみたいなことが、まあ、割と関心があるところですね。クックパッドというところで働いています。まあ、ご存知かと思いますけど、レシピサイトで。これはここ1年 の, その、まあ、どういうプラットフォームで見てるかっていうグラフなんですけど、まあ、ご覧の通りそのモバイル、スマートフォンのブラウザーが、ここ1年で逆転していて、まあ、アプリも割と伸びていて、まあ、遅くればやっぱり結構アプリも多分 PC を抜くんだろうなみたいな感じになってます。で、インストール数はまあ両方とも1000万ぐらい iOS アプリとか、まあ、割と大きなアプリだと思います。大きなというか、まあ、ユーザー数の多いアプリだと思います。というわけで、まあ、どんな感じでアプリケーションを開発しているのかっていう感じなんですけど、まあ、その昔、まだなんか僕が開発していなかったみたいな話なんですけど、まあ結構問題がたくさんありました。コミュニケーションコストとか、まあ、リリースサイトがちょっと違うよねとか、なんかそもそもデプロイとかリリースとかっていう概念が違うよねとか、コンティニアスインテグレーション難しいんじゃないかみたいな、まあ、その辺をざっと、お話しできればなと思います。まあ、昔なんですけど、クックパッドは1997年ぐらいにウェブサービスとして始まってます。なのでその後、スマートフォンとかが現れて、モバイルバンクアプリケーションとか作るようになって、で、まあ、当然その、モバイルアプリとか、ウェブサイトを元に、まあ、このウェブサイトのモバイルアプリをこうだよねみたいな感じで作っていたので、まあ、あくまでもその、モバイル、もともとあったものに対して、まあ、一つの理由というか、そういう感じで作ってたんですよ。で、あ、なんかこのスライドにいいかな。はい。で、まあ、モバイル
以前の時代は、まあ、こんな感じのチーム編成になって、まあ、それぞれ、クックパッドってその各機能に対する部署があって、まあ、その部署がその各機能を担当するみたいな感じになっていて、まあ、例えばそのプレミアムサービス、まあ、そういう部署があって、そこがプレミアムサービスっていう機能の責任を持っている。で、そのレシピ投稿を推進していこうみたいな部署があって、まあ、利用者チーム。で、レシピ投稿を良くするのは、まあ、そこのチームの責任だったりするわけですけど、でも、モバイル、まあ、いざその、それを実現しようというプラットフォームがモバイルアプリになると、その、実際に手を動かすのは全てモバイルチームだっていうことになって、まあ、これ、まあ、さらに昔は、その、なんか、ウェブビューを、まあ、アプリ化しただけみたいな時代は、まあ、これで良かったんですけど、まあ、ネイティブアプリという時代になると、その、あらゆる、全社のあらゆるその機能を担当するチームのリクエストがモバイルチームに引っ張ってくるみたいな感じになって、まあ、当然手が回らないんですよ、その全あのモバイルチーム一つなので。で、これが結構問題で、まあ、なんか基本的にタスクが多すぎて、回らなくなってくるし、その、まあ、モバイルチームの精神衛生上も精神衛生も毎日が少ないということで、まあ、なんとか。したくて、で何やったかというと、まあ、基本的にその割とトップダウンでこれからもモバイルだみたいな宣言がなされたんですけど、各部署が、各部署 の, そ, のそれぞれのレイルズを書いてみたエンジニアにアプリケーションを作る、まあ、基本的にはアプリケーションを作ってくださいということにして、でモバイルファーストチームはそれを手伝うという形にしようとしています。まあ、これはまあまあよく言って、具体的にはそのそうは言ってもやっぱ結構難しいのでアプリ開発って、でそれぞれの、サービスを担当しているチームと、一緒にペアプロをしたり、あるいは実際にそのモバイルファーストチームの、エンジニアがその各部署に、まあ、しばらくまで知っていて1ヶ月とか数週間とかで一緒に作業をするということを、まあ、この半年ぐらいずっとやって、で、まあ、結果としていくつかのチームはもう実際にもうそのチーム内で iOSもう Android の新機能はそのチームにとって必要な新機能は賄えるみたいな状況になってきました。まあ、これで初めてモバイルファーストチームは、まあ、他のことにも集中できて、こうアプリケーション全体を見て調整したりとか、あとそのリリースマネジメント を担当したりとか、そういう状況に なって、まあ、まだまだ結構道半ばなんですけど、割とそのいい感じに開発できてるかなという気がします。で、まあ、まあ我々の冒険まだ終わったばかりのくらいの感じではあるんですけど、で、まあ、次の話に移りますが、リリースサイクルですね。これ結構ウェブとモバイルアプリ全然違うところなんですけど、まあ、クックパッドは割とウェブ開発というところは、まあ、昔から注力していて、コンティニュアスデリバリー1日に何度もデリバリーでデプロイするっていう方法を、まあ、確立してきました。で、実際今 Web は1日に10回ぐらいデプロイしていて、まあ、CI 取ったらデプロイする、何度もやったらロードバックするみたいな、それをうまくいっていて、まあこれはうまくいった一つのモデルだとみんな思ってる。で、アプリもまあそれでいけるだろうと思ってたんですよ。で、まあ、ところが、まあ、そうはいかなくて、まあ、こんなにしたね。このアプリ、まあ、特にその Android アプリは今年の春にリニューアル、フルスクラッチで組み合わせてリニューアルしたんですけど、それ開発中はまあそれでよかったんですけど、いざリリースしたら結構、まあ、やっぱりバグがあった。で、しかもロールバックできないと。で、バグがあってもロールバックできない、これはやばいみたいなことに、まあ、ようやく気づいて。で、そもそもアプリってそのあんまり頻繁にリリースするのはユーザーをイラッとするだけなんですよね。で、しかもそのロールバックができないということは、そのあらゆるバージョンの、アプリケーションが残り続けて、でユーザーのどのバージョンを使っても、まあ、それなりにクオリティ高くないと良くないと。というわけで、まあ、結構そのやっぱりアプリケーションの開発方法が違うということは、開発の仕方も変えなきゃいけないんだなということで、いろいろ考えていくか、まあ、ウェブは GitHub Flow という開発ローを取っています。これでコンティニュアスデリバリーを知ると。
これは一言で言うと、そのマスターブランチは全てデプロイ可能な状態に常にしておくと。だから、マスターブランチに回しするっていうことは、それはここリリースに近い。で、まあ、実際、その1、2時間すると、まあ、自分でデプロイすることもあるし、他の人がデプロイすることもある。まあ、デプロイ作業そのものは手動でやってるんですけど、ただ、そのアプリの場合はそうではなくて、まあ、マスターブランチが、いつでもリリースされるわけではないので、でそこで、まあ、Git フローをベースにしたフローを採用することにしました。でこれは、リリースをしようって、まあ、リリーススケジュールを決めてリリースしようってなった段階でコードフリーズをして、そこでリリース方法ブランチを作り、まあ、その上で最後のバグフィックスなどをしてリリースする。でその間も開発ブランチ、メインマスターブランチは次のバージョンに向けてどんどん動いているという感じです。でまあ、共通2つの開発フロー、共通するのは GitHub を使って、プルリクエスト開発、プルリクエスト体制でやるということなんですけども、まあ、これは簡単に言うと、まあ、今では広まった方法ですけど、まあ、あらゆる変更はプルリクエストを返して行う。で、基本的には開発ブランチに対して直接コミットすることはしない。で、すべてのプルリクエストは、まあ、ピアレビューをされる、まあ、同僚によってレビューされるという感じのこと、まあ、これは両方でやってます。で、これが今のモバイルアプリの、ブランチングモデルなんですけど、まあ、Git Flow と比べると若干簡単な感じになってますけど、まあ、マスターは、開発ブランチとして、ブランチとして存在して、あるとき、コードフリーズ、まあ、もう機能が揃ったというところになったらコードフリーズをし、そこで休憩スタート。休憩期間は3日ぐらい。で、リリースキャンディデートのブランチが作られて、そこには、このリリースのために最低限必要なバグフィックスのみが行われる。でもその一方でマスターブランチは次のバージョンで開発が始まり、新しいフィーチャーがどんどん追加される。で、サブミット、リリースキャンディデートブランチはサブミットしたらタグを切って、マスターブランチにマージしますという感じになってます。で、まあ、基本的にはその Keep it simple keep it という言葉がいるようにシンプルにしたかったんですけど、まあ、やっぱり配布形態が違ってそれなりにクオリティそのあらゆるバージョンのそれなりにクオリティを保たなきゃいけないということで、まあ、やっぱりシンプルすぎると見たところはすごいシンプルでいいんですけど、それはアプリの開発にはあまり適応しなかったなという反省です。で、最後に、コンティニアスインテグレーションの話を少し時間を、まあ、コンティニアスインテグレーション割とウェブだと結構やってるところもあると思うんですけど、まあ、実際フットパッドでもウェブはちゃんと動いていて、でもモバイルはまあ結構難しくて、まあ、基本的なフローはこんな感じですね。プッシュ、GitHub にプッシュすると、まあ、プッシュとかも実際にマージですけど、それが GitHub の、いや、ジェンキンス、あ、このキャラはオムキンスっていう、なんだろう、社内の GitHub を切ったじゃない、ジェンキンス用のキャラなんですけど、で、ジェンキンスのジョブをキックし、そこでビルドとかリントとかして、テストとかして、それをデプロイゲートとかテストサイトとか、そういうところに、アプリケーションパッケージをパブリッシュすると。ただ、まあ、難しいのがやっぱりテストで、そのモデル部分とかユーティリティについてはまあそれなりにテストはしてるんですけど、UI のテストとかそのアプリケーションそのもののテストはまだ結構できてないのが現状です。一応そのアピューっていう、フレームワークを使って若干 UI テストはしつつあるんですけど、まあ、テスト、まあ、TDD には程遠い感じです。この辺はちょっと軽いですね。あと、難しいのが、そのリリースの単位の作業で、まあ、最初はそこそこ受けても、リリースの作業が、なんか、複雑回帰で結構厳しい感じがしています。でも、その、アプリケーションパッケージを作るところまでは、開発、通常の開発とほぼ同じなんですけど、そこから先、Google Play にアップロードしたり、App Store にアップロードしたりするのが手作業。あとは、その、手で、チェンジスファイルを、手でその更新情報を書いて、ストアの更新情報を書いて、これも Web だとこういうことはほとんどしないんですね。そのよほど大きなリリースじゃなければ、
リリースノートとか出さないんですけど、アプリケーションもそうやって。で、パブリッシュボタンを押すだけですけど、これも iOS の場合は、サブミットしてから1週間から2週間待って、アプリのリビューを通過しての話で、まあ、実際レビューとか結構落ちるので、ね、まあ、1週間から2週間かかってしまう。で、まあ、でも、やっぱりとにかくなんかその、あ、しかもこのリリースした後は、クラッシュをモニターして、まあ、万が一、基本的な問題があったとしたら、まあ、早急に対処しなければいけない。大量の場合は結構早急に対処するのは難しいんですけど、まあ、実際にはその、なんかすごく稀に、すごい緊急な場合は、それが違って、なんか2、3日でリリースできたりします。で最近、まあ、僕がちょっと頑張ってるのが、リリースエンジニアリングをなんかコードで表現できないかというところで、でまあ、最近、まあ、そもそもビルドスクリプトを結構、Android も iOS も書いたりするんですけど、それをそのアプリケーションのリポジトリに入れるんじゃなくて、まあ、外に置いておいて、ビルドスクリプトについてはアプリケーションエンジニアは何も気にしなくていいようにしようとか、あるいはその Android Publisher っていう、API があって、これは Google Play に APK をアップロードしたり、更新情報とか、アプリの説明文を API で更新できるものなんですけど、これをやったりとか、と iTunes Connect についてはもうなんか保証がないので、でも、この Android Publisher がリリースされた以上は、まあ、iOS アプリもさすがに黙ってはいけないだと思うんですけど、まあ、モニタリングとかもちょっと自動化していきたい。というところで、まあ、この話は終わりで、まあ、クックパッドも募集してます。結構でも、エンジニア、まあ、今いろいろ問題をお話ししたんですけど、エンジニアって問題がないと生きていけない人種だと思うので、まあ、グッドプログラムがたくさんあるところに行くのがいいと思います。というところで、まあ、大体、まあ、ちょっと前半が終わって、まあ、あとはちょっとツイートをしようかなと思います。はい、でまず、テストなんですけど、テストって実際やってます？一応書いていて、で、まあ、数回3回ではあんまなかったとかほとんどなかったんですけど、ようやく僕ではもう一人の1人が頑張ってくれて、うん、テスト書いて CI に載せるとこまでは来て、トラックスを使ってます。あ、なるほど。ただやっぱりそのニートテストがちょっと書いてあるという感じで、うん、その開発の時に曲に書くっていう姿勢ではまだなかなかないっていうのはニートです。そうですね。ちなみにそのテストって、何を使ってます？ユニットテスト？あ、そうですね。なんとかね。多分組み込みのやつを使ってるんですね。なるほど。ちなみにカバレッジって取ってますかね？なんかうちだとカバレッジは取ってなくて、まあ本当なんか、って感じなんですけど。うちも取ってないです。なるほどですね。まあ、まだやっぱやり始めたばっかだなっていうのが。そうですね。であと実際その Android も iOS も、なんかカバレッジツールは公式のものあるんですけど、なんかいまいち、こう iOS ではなんかバージョンアップすることにカバレッジ取る方法が変わったりするし、壊れたりするし、Android もちょっと試してみたんですけど、あんまり信頼して動かないというか、カバレッジを有効にするとテストが欲しいみたいな。これやばいっすね。まあ、これ本当に Google の人使ってるのかなみたいなことを思ったりします。まあ、これまだこれからですかね。そうですね。なんか iOS はこう、ボッツっていう、はい、やつに結構期待してて、はい、まあ、今はトラビスもしてますけど、うん、まあ、ボッツの方はその、まあ、Mac に組み込んでやる CI のやつがあって、そっちの方だと結構できるみたいな、実際端末動かしてもできるんで、うん、そっちを入れたいと言って言ってるようですね。なるほど。ボッツは半年ぐらい前にちょっとだけやろうとして、結局は諦めた状態です。じゃあ次のバージョンのネタぐらいに問題がないですか？そうですね。もしかしたらそのジェンキンスとかトラビスを使うよりも楽かもしれない。うん、なんかテストの書きやすさみたいな、僕がさっき出したビューモデルみたいなのをやっていくと、はい、まあ、書きやすさから上がっていくかなと思って、うん、やっぱ状態が集まってくるんで、ビューモデルでテストするっていうのがまず第一にすれば、うん、まあ、結構必要な部分っていうのがカバーできるんじゃないかなっていうのがあって、一番こういういいのを期待してるっていうのがあるんですね。そうですね。そのアプリって結構うっかりするともうほぼ全てのモデルがシングルトンになってしまって、なんかあらゆるのをビューモデルの状態に行くことになりがちなので、まあそういう意味では VBA はちょっと期待です。でも一応、まだそこまでやってないなと思って。じゃあ次の話題。はい、まあなんか僕ら、パールを経験した後、Java とか Objective-C とか書いてあるんですけど、はい、実際どうですか？
そうですね、まあ、僕は、まあ、どっちも好きというか、うん、Web 自身も好きだし、Java も好きだし、まあ、開発してて、まあ、あんまりなんだ嫌ですとか、そこまでないんですけど、うん、まあ、でもやっぱり結局フレームワークですね、iOS に例えばもこうだし、Android は Android についてだし、っていうフレームワークの方がすごく大事かなと思いますね。そうですね、まあ、僕も割と Java は好きで、まあ、Objective-C はあんまり好きじゃないですけども、うん、でも Objective-C のこの、オブジェクトの管理の仕方だけは、ファールも同じリファレンスカウント構造なので、うんですね、そう、まあ、結構 XS からやったら、まあ、ここ同じだなみたいな感じに思ったりはしました。確かに、なんか昔からエクサさんが見てるって、うん、おっしゃってましたね。そうですね。なんか、でも、UI につけやすいとかやっぱり iOS の方がやりやすいかなと思ってて、うん、まあなんか、結構提唱は使うんですけど、提唱したものが結構提唱はシンプルにできてて、なんかあんまり、なんですかね、いろいろこう考えなくても好きなものが作れるのか、うまく表現できないんですけど、Android は結構提唱が激しいものが多くて、うん、例えば提唱できないのが結局詰まるみたいなことがよく起こってて、なんかその辺が狙ってない部分がちょっとあるなと思ってますね。なるほどですね。まあ、それも、やっぱりまだそこまでなんか成熟してないせいもあるのかなと思ってて、うん、その Android って XML で、まあ、一部レイアウト書いてあるんですけど、まあ、その XML の考え方自体はこれ HTML プラス CSS よりもさらに形で分かりやすいと思ってるんですけど、はい、今週は僕も素晴らしいと思ってますね。うん、なんかあれでパフォーマンスを出すのは難しいみたいなのがあるんじゃないかなと、そのアニメーションが、うん、そうですね、それが若干あって、まあ、メンテナンスコストを下げるようなパフォーマンスを出さなきゃいけないっていうのがあって苦しかったりしますね。なんかあと思うのは、Android は結構そのアクティビティモードベースなんですけど、それが、まあ、外スレッドも使われていて、アクティビティがメインに対応するんですけど、それも行き来するときに、あんまオブジェクトは渡せないんですけど、渡せるんですけど、そこでステートについてきてるんで、そのぐらい経緯なんですけど、最近のリッチな時って、そのトランジションとかはすごいリッチになったりとか、同じ画面からガドガドガドだったりとか、はい、そういうのがあって、そのビュー同士の結合度がどんどん上がってるんですけど、アンドロイドの基準設定というのは、ちょっとそれに合ってないなと思うことが。そうですね。それは多分あって、なので、まあ、次のアンドロイドのバージョン、アンドロイド A だと、そういうことを積極的にできるようなサポートが入ったりもしますが、ただ、アンドロイドの常として、この新しい機能は新しい OS しか使えないっていうのがあって、まあ、この辺は、このユーザーレベルでもある程度解決できることのような気がするんですが、まあ、その辺はやっぱ正直弱いところだと。そうですね、頑張れば勝てますし、まあ、iOS のギャルの定義もできるんですけど、なんか、Android Wayに乗っ取ってると、なかなかそういうふうにならないところがあって、この難しいなと思っているところです。そうですね、そうそうそう、だから、そもそもなんか Web って、ページ遷移すると、割と状態がクリアされるから、こういちいちリセットして考えられるんですけど、まあ、アプリってそうじゃないので、そもそも考え方が違う。そう、単に捨てるというのがアプリですね。まあ、そこは面白いところでもあり、結構難しいところでもあり。そうかですね。じゃあ次の話題、なんかパールコミュニティについて、なんか、まあ、パールコミュニティって、まあ、僕はなんか参考にするべきところがあると思ってるんですよ。なんか、あの、認知症はパールコミュニティ自体ってどういう知見ですか？僕は正直そこまで あんまりコミットしてなくて、まあ、結局 C パンさんになってるんですし、仕事で使ってて、まあ、C パンすごく便利だなと思ってたからなんですよね。うん、なんで、まあ、積極的にコミュニティに関与してなかったんですけど、やっぱりこういう、やっぱ C も素晴らしいし、C パンも素晴らしいし、そういうなんか同じようなものが、こう、iOS とか Android に、一部はあるんですけど、やっぱこういう大きなものがないって、やっぱちょっと不安がありました。確かにそうですね。その、勉強会一つとっても、割とこう、小さいオフィスで2、30人に集まってやるみたいなのは、まあ、ちょいちょいあるんですけど、この規模の、Android、iOS、技術とか、周辺事項がバッチリかかるみたいなのは、多分なくて、まあ、そういうところはちょっと、まだまだこれからっていう感じはしてますね。そうですね。やっぱりそのプラットフォームが全然抑えてるっていうのがでかいかなと思ってて、結局、医学部は Google の情報を見てなくて、まあ、Apple みたいなそのオープンソースのコミュニティが主導しているようなものでは、なかなか出づらいっていう現状はあると思いますね。うん、そうですね。まあ、その一方で、なんか僕らは割とパールコミュニティのこともよく知っているので、まあ、そういうところから、そういう文化を Android と iOS の世界に持ち込めたらいいなという気はしています。はい、もう本当にそれを持って今日もオープンソースにしました。
うん、そういう文化をどんどん野田学院さんに持ってきていきたいと思っています。いい感じになってしまった感じですね。というわけで大体これで、僕らの話はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。